では今回は、足首の、前側外くるぶしと内くるぶしの間の、関節の前側を痛めてしまった時のテーピングの貼り方を説明します。普通捻挫ってこう内側にひねってかきってこの靭帯を痛めるんですけど、こう痛める時って真下にこうテンションが加わった時、よくサッカーなんかで、足が地面に引っかかってこういったつま先が真下に下がるかかかる時があるんですけど、そういった時に、ここを痛めます。で、脛骨と腓骨っていう骨があって、そこをつないでる靭帯もありますし、ここの前を3本ぐらい筋肉が通るんですけど、まあ、例えば前脛骨筋、それから長母趾神筋、長趾神筋かな、まあ、足首や指をこう上に上げる筋肉、腱が通っているので、そこをまあ痛めることが多いんですけど、それをサポートするためのテーピングを貼っていきます。で、3本貼ってきます。5センチ幅のテーピングを貼って、25センチの長さで切ったものを3本貼ってきます。分かりやすいように一応色が3種類にあえて分けて、貼ってきます。ではまず1本目、まあ、筋肉と腱の走行流れに沿って貼っていくので、まあ、足首をまたいだ方のあたりからスタート。で、痛めている足首の前を通って筋肉自体はこのすねの骨の外側にあるので、このすねの骨を基準に外側にこう3本貼っていく形で貼っていきます。まずじゃあ1本目、このすねの骨の外側のヘリに近いところ、前脛骨筋の上を貼っていきます。続いて2本目、スタートは同じところでいいんですけど、ちょっと広範囲でさっといろんな動きに対応できるように少しだけテーピングの走行を変えます。で3本目、もう同じところからスタートして、ちょっと扇状にこう広げるような感じで少しだけ引っ張りながら、こんな感じで、この伸び縮みするテープがこの痛めてる筋肉の動きをこうサポートしてくれるし、逆に痛めてる側にこうテンションがかかるのをこのテーピングが防いでくれるので、これで予防することができます。以上です。よかったらやってみてください。